一から学ぶ中学受験算数。今日は第47回掃除費と面積費をやっていきます。ということでね、前回掃除費についてね、2回にわたって授業をしましたが、この掃除に関する問題って実は面積の比についてもね、よく聞かれます。そしてこの掃除費と面積費は実はね、ある特徴的な関係があるんだよね。それが今日皆さんにね、お伝えしていく大事なポイントになります。今日の問題もね、本当に入試でよく出るタイプになるから、しっかりと押さえていきましょう。そして今日の授業についても動画の概要欄から授業のプリント印刷することができますので、ぜひ印刷できる人は印刷して学んでみてください。では早速ね、掃除費と面積費どういう関係があるかなっていうのをね、ちょっと考えてみよう。例えば掃除費が2対3の直角三角形を考えてみたいと思います。今ここにね、底辺が比べたら2対3、そして高さも比べたら2対3になっている相似な三角形同士があるね。この2つの三角形の、じゃあ面積比って何対何になるかなというのを考えてみようか。もちろん面積って三角形はどうやって求めたかなと言ったら、そう、底辺かける高さ割る2で出したよね。だからちゃんと式で出してみよう。まず左の三角形の面積はって言ったら、2かける底辺、そして高さも2だね。2割る2。はい、これで出すことができるよね。そして右側の三角形は言ったら、底辺高さが3だから 3×3÷2。 はい、これで計算できるね。あとはそれぞれの面積を比で取ればいいんだよね。ということでこの後計算をしていけばいいんだけど、ちょっとね、今この2つの式を見てみてね。この2つの式で同じ部分があるよね。気づくかな。そう、どっちにも割る2ってあるよね。同じ部分がある場合って比だと消すことができたよね。はい、割る2、割る2、どっちもあるからね、消すことができます。ということは残ったのは、左が 2×2、 そして右側の式って 3×3 の部分だよね。ということで、まあ、これ計算したらね、はい、4対9となります。ここまでわかるかな？そしたら、今ね、この割る2っていうのが結局消えて、残った式って、この 2×2 と 3×3 の部分だったよね。この 2×2 対 3×3。これって元の掃除費と比べるとどうなってるかな？うん。元の掃除費ってね、もちろん2対3だったよね。2対3の掃除費だったのが、面積費は 2×2 対 3×3 になったよね。つまり、掃除費の数字を2回、掃除費の数字を2回かけたやつが面積費になるよ。ということだね。このこと、しっかり本当に大事なことだからね、覚えておいてください。今回のポイントです。掃除費が四角対三角の時、面積費は何対何かな？言ったら、これは掃除費を2回かけたもの同士、四角かける四角対三かける三角になるよってことね。これが今日のね、皆さんに押さえてほしいポイントになります。超重要ですので、しっかりと覚えておいてください。じゃあ、このことを使ってね、今日は例の問題2問やっていきたいと思います。例1、次の図の三角形 ABC で、DE と BC が平行です。ということでね、この DE と BC が平行になってるね。括弧の1番、三角形 ADE と三角形 ABC の面積比を最も簡単な整数の比で表しなさい。ということで、今回ね、三角形 ADE、この三角形がね、
そして三角形 ABC、この大きい三角形です。この二つの三角形のね、面積の比を出してくださいということなんだけど、そう、もうみんな気づいたよね。この図を見ると、この形ってなんとか型っていう、ある相似の形になってるよね。なんだったかな？そう、これってピラミッド型、もしくはタワー型っていうね、形だったよね。いいかな？つまり、今回考える ADE と ABC、この二つの三角形で相似になってるんだよね。ということは、そう、相似比が出せるはずです。分かってる長さが、この左側の部分だけ長さ分かってるよね。だから、三角形のこの左の辺同士を比べてみよう。まず、三角形 ADE の左の辺って、そう、もちろん、この5センチの部分だよね。いいかな？そして、大きい三角形 ABC の左の辺は、と言ったら、そう、これって2センチの部分じゃないよね。大きい三角形 ABC の左の辺と言ったら、よいしょ。ここからここまでの長さの部分だよね。しっかりと対応するとこ間違いないように比べてください。はい、ここの長さは、そう、5センチと2センチを合わせて、はい、ここが7センチとわかるはずです。はい、ここまでいいかな？ということは、対応する辺、ちっちゃい三角形の左側5センチと、大きい三角形の左側7センチ、この2つが比べたら相似比になるんだよね。5センチと7センチだからもちろん、はい、5対7になります。ここまでできたかな？そしたら相似比が分かったので、先生こっちに書いておくね。相似比は、はい、今分かりました。はい、5対7だね。5対7。はい。で、みんなが出したかったのは、そう、面積比を出したかったんだよね。ということは、お、みんなも出せるかな？そうだね。さっきやったように、相似比が四角対三角の時は、面積比は2回ずつ、その相似比の数字かければよかったよね。ということは、5対7の相似比だったら、面積比は、言ったら、そう、5×5 対、はい、7×7。はい、あとはね、これを計算すればいいんだね。はい、5×5 はもちろん25です。そして、7×7 は、そう、49だよね。ということで、答えは今回25対49だよ、ということになります。いいでしょうか？相似比と面積比の関係、これでしっかり覚えておけば、今回の問題、スムーズに解けるはずです。じゃあ、今回のね、今分かった面積の比、25と49って分かったよね。これちゃんと分かったことだから、図の中にね、丁寧に書き込んでいこう。まず、この ADE。はい、先生、オレンジ色で書いとくね。はい、このちっちゃい三角形、面積の比が25。はい、しっかり面積の比って分かりやすいように四角で書いておくね。はい、書いたから、そしたら次ね、じゃあ次は大きい三角形の方書いておこう。はい、大きい三角形青色で書いておくね。はい、この大きい三角形、面積の比が49だったよね。はい、だから、先生ここに49と書いておくね。はい、ここまでできたでしょうか？じゃあそしたら最後ね、カッコの2番の問題もチャレンジしてみよう。カッコ2。台形 DBCE の面積は三角形 ADE の面積の何倍ですか？ということで、今回比べるのはね、台形 DBCE、ここの台形だよね。そして三角形 ADE は、ここのちっちゃい三角形です。そしたら、この台形と三角形でね、面積分かってること何かなって、ごめんね。分かってること何かなって言ったら、そう、
三角形 ADE の方は面積の比、わかってるよね。そう、もちろんオレンジ色で書いてます。25っていうね、面積の比だよ、わかってる。こっちは大丈夫だね。こっちは25とわかってるよ。はい。そして台形 DBCE、 ここの台形、ここの面積って今まだ書いてないよね。書いてないけど、もうみんな出すことができるんじゃないかな。そう、これって青色の面積が49でしょ、そしてオレンジ色の部分が25なんだから、ここの下の部分だけだったら、言ったら、そう、引き算で出せるよね。青色の49からオレンジ色の25をボコッと取ってあげたら、ここの台形になるはずです。つまり49から25を引いて、これは24と面積が分かるはずです。ということで、この台形 DBCE っていうのは24だよ、分かりました。ここまでいいかな。そしたらあとはね、もう簡単だよね。はい、今回の問題、数字で置き換えて考えると、問題がね、24は25の何倍ですかという問題です。いいかな。24は25の何倍ですかという問題。そしたらこれね、ついつい計算ミスしてしまう人がいるから、丁寧にね、やっていこう。まず、はい、ほにゃららはのは、先生、割合のところでみんなに教えたことなんだけど、もう一回確認だね。ほにゃららはのはは、これは式の和、そしてほにゃららののの、これはかけるになるよと言ったのは覚えてるかな。はい、そしてね、求めたいのは何倍ですかということだから、わかんないからね、はい、四角倍ということにしておきましょう。そしたら今回の文章がね、そのまま式になったんだったよね。はい、式で書いてみます。式は24は25かける四角ということだね。はい、書いておくよ。24は25かける四角です。はい、あとはみんなね、四角の部分を計算していけばいいんだよね。まあ、ただちょっと四角がね、この和の右側にあるからちょっと見づらいね。はい、見やすいようにひっくり返しておきたいと思います。このイコールのね、和の左側と、はい、この和の右側、これをちょっと入れ替えてね、書いておこうかね。はい、25かける四角は24。はい、いいかな。ということで、はい、みんなここの四角を出していこう。はい、四角の求め方、掛け算の場合覚えてるかな。そう、まず四角を求めるときね、掛け算だったら数字の順番をひっくり返してください。今左から25、24の順番だけど、それを逆に書くから24、25の順番で書くんだね。はい、こっちで書いていくよ。四角の求め方は、まず数字の順番、24、25、逆にします。いいかな？そして、掛け算の逆、割り算をするんだよね。はい、ここまでできたかな？ということで、あとは24÷25をしていくだけです。はい、これね、分数で計算すると簡単だよね。上から24÷25と、はい、書けば OK ですので、答えは25分の24倍ということになります。はい、ここまでいいでしょうか。ということで、今回のね、ポイント、相似比から面積比を出すこのやり方、これをしっかりね、分かっていれば、括弧の1番が解けます。そして括弧の2番では、括弧の1番で分かったことをね、これを図に丁寧に書き込んで考えればね、皆さん絶対に解けるはずですので、しっかりとこの2問押さえておいてください。じゃあ最後ね、例2のね、ちょっと複雑になった問題にもチャレンジしてみましょう。例2、次の図で DE と FG と BC は平行ですということで、はい、この DE、FG、BC が同じこう矢印ね、よいしょ、ついてここにも書いておくね。はい、3つとも全部平行ですということです。はい、で、過去の1番はね、この X の長さを求めなさいという問題。いいかな。
ということで、今回もね、平行な線が出てるはずだから、掃除な形があるんだけど、みんな見つけれるかな？そうだよね。今回、これちょっと、3段、3つの三角形が重なったピラミッド型になってるって気づくかな？そう。三角形 ADE。一番ちっちゃいやつ。そして次、中くらいの三角形 AFG。そして一番最後は、ね、大きい ABC っていう三角形。この三つの三角形が相似になってるんだよね。ということは、問題解くときは、当然、相似比を考えていけばいいということです。ここまでいいかな？そしたら、今回求めたい X っていう部分。この一番下だよね。この X って、さっきのね、三つの三角形のうちの、どの三角形の辺の部分かな？そう、これもちろん、一番大きい三角形の、ね、この底辺の部分です。そしたら、それと、ね、同じ、対応する辺で、さっきの三つの三角形のうちで、分かってる長さの部分があるのがあるよね。そう、15.4センチっていう、この中くらいの三角形のここの辺。これって長さ分かってるね。ということは、ここと、ここ。いいかな？こことここが対応する辺同士です。そして、この中くらいの三角形と、ね、一番大きい三角形。相似比って、もう分かりそうだよね。うん。これって、左側のこの辺ね。この左側の辺。ここを比べたら、相似比。ね、出せそうです。じゃあ先生、分かりやすいように、ちょっとこっちのね、右側のところに、この図のミニチュア版をね、書き出していきたいと思います。じゃあ、こっちに先生ね、三角形切り出して書いておきます。はい、ちょっとミニチュア版で。はい、これがね、一番大きい三角形 ABC ということにするね。はい、ここからここまでが 15.4、ごめんなさい、X か。ここが X センチです。はい、そして次、ここからここまで。はい、これが 15.4センチだね。はい、で、ここが FG と。はい、いうことです。いいかな？はい、このようにちょっと切り出すと見やすくなったね。はい、わかる辺の部分どこかって言ったら、この中くらいのね、AFG っていう三角形、この左側の辺の長さ、わかるはずです。はい、図だと、こっちだとね、この A から F までだよ。こっからここまでって、はい、みんな何センチかな？そう、これって9と3を足してあげたらいいよね。つまり、長さは12センチと、わかるはずです。はい、いいかな？そしたら次、一番大きいね、この ABC っていう三角形、左側の辺は、言ったら、そう、これは A から B までの部分だから、9と3と6、全部足してあげたらいいよね。これ全部足すと、18センチとなるはずです。いいでしょうか？ということは、この左側の辺同士、比を取ると、これどっちも6で割れるよね。6で割ると、2と、はい、こっちが18センチの方は3と、はい、わかるはずです。いいかな？ということで、今回、相似比は2対3ということだね。ということは、この下の辺同士。はい、ここ比べても、2対、はい、3になるよということだね。ここまでみんなできたから？そしたら、はい、今ね、この図見てみてね。この四角の2っていう比が 15.4 センチだよと分かってるんだよね。はい、分かったこと書いておきます。四角の2が 15.4 センチです。はい、なので、はい、当然、四角の1って出せるよね。四角の1って何センチかなって言ったら、そう、15.4 センチを割る2にしてあげたらいいね。15.4 センチを割る2にして、はい、これ計算すると、7.7 センチとわかります。いいでしょうか？ということは、みんなが知りたかったこの X の部分、出そうだよね。
はい、ちょっとごめんなさい、書きづらいけど、ここにちょっと先生頑張って書くね。はい、X いくつ？言ったら、四角の1っていう比が 7.7 センチだから、今回求めたいのは四角の3だよね。何センチかなと言ったら、7.7 を3倍してあげたらいいよね。ということで、7.7 を3倍してください。一応、これ計算するとね、23.1 センチと、よいしょ、はい、なるはずです。いいでしょうか。ということで答えはね、 23.1 センチというのが答えです。ここまでみんなできたかな。はい、必要なね、相似の三角形の部分だけね、こうやって抜き出して考えていくということだね。はい、これ前回のね、復習にもなると思います。じゃあね、次の括弧の2番やっていこう。括弧に三角形 ADE と三角形 AFG と三角形 ABC の3つの三角形の面積を求めなさいという問題です。ということでね、はい、今回考えるのはね、一番ちっちゃい三角形、そして中くらい、そして一番大きい三角形ね、この3つの相似な三角形の面積比出してくださいということだから、そう、もちろんね、相似な三角形の面積比考えたいんだから、相似比が分かればもう簡単に解けちゃうよね。ということで、この3つの三角形の相似比をまず出していきましょう。はい、分かる長さはさっきも言った通りね、この左側の辺の長さって分かるはずだから、左側の辺同士比べてみようか。はい、まずね、この一番ちっちゃい三角形の左側の辺、これってもちろん9センチだよね。はい、そして次、この中くらいの三角形、はい、こっからここまで、この長さは言ったら、さっきもやったけどね、9と3を足せばいいから、これは12センチと、はい、わかるはずです。はい、いいかな？そして最後です。最後は A から、よいしょ。はい、この B までね、この長さです。これは9と3と6を足して、はい、18センチだったよね。はい、ここまで、いいかな？はい、ということは、最後ですね。9センチ、12センチ、18センチ。この3つのね、数を、比を取ればいいんだから、はい、同じ数でこれ、3つとも割れそうだよね。いくつで割れるかな？そう、これって全部3で割れるよね。ということで、全部3で割っていきましょう。9センチを3で割ると、3。そして、12センチを3で割ると、4。よいしょ。ちょっと見づらいかもしれないから書き直すね。はい、4でーす。はい、そして18センチを3で割ったら6と。はい、なるね。ということで、相似比は3対4対5と分かりました。はい、分かったこと先生こっちに書いておくね。相似比は、はい、3対4対6だね。3対4対6。はい、ここまでできたかな。ということは、もうこの3つの三角形の面積比出せるよね。はい、面積比は、言ったら、そう、相似比を2回ずつかけていけばいいんだよね。はい、一番ちっちゃい三角形は 3×3。そして中くらいの三角形は 4×4。 そして一番大きい三角形は 6×6 でいいんだよね。はい、ということでこれ計算すると 3×3 は 9、 4×4 は 16、 そして 6×6 は 36 となりますので、よいしょ。はい、答えはね、9対16対36という風に分かりました。いいでしょうか。ということでね、まあ、相似比が出たらすぐ面積比出せるはずだから、相似比をね、しっかり考えていこうということです。そしたら、今面積がね、9、16、36って3つの三角形分かったから、はい、今回も丁寧に書き込んでいきたいと思います。一番ちっちゃい三角形。はい、これオレンジ色で先生塗っときます。はい、これが面積が9。
よいしょ。じゃあ先生、わかりやすいようにどうしようかな。まだ使ってない記号を使って、そうだな。三角で書いとこうか。はい。面積の比。三角で先生ね。はい、書いておきます。そして次。じゃあ次は緑色にしようかな。はい、この中くらいの三角形。はい、これの比が16と分かったんだね。じゃあ先生、ここに書いとくね。緑色の三角形は16です。はい、そして一番大きい三角形が36だったね。じゃあ一番大きい三角形は先生、青色で書いとくね。はい、一番大きい三角形。よいしょー。はい、これです。これは36と。はい、わかりました。はい、いいかな？そしたら図の中にね、はい、わかったこと書き込んだので、じゃあいよいよ最後のね、括弧の3番にチャレンジしていきましょう。括弧3。台形 E の面積が102平方センチメートルの時、台形 A の面積は何平方センチメートルですか？ということで、今回ね、この E っていう部分わかるかな？この一番下のこの台形。これの面積が102平方センチメートルだと分かってます。はい、分かってることだからね、書いとくね。忘れないように書いとこう。はい、これが102平方センチメートル。いいかな？そして、その時のね、この台形、真ん中にあるこの台形の面積出してくださいっていう問題。ちょっとね、難しく感じる人いるかもしれないね。だけど、面積について今分かってることってあったよね。そう、何かって言ったら、さっき括弧の2番を解いて分かったこと。この図に書き込んだことだね。つまり、面積の比って分かってる部分、3つあるよね。この一番ちっちゃい三角形が9、中くらいが16、そして一番大きいやつ、青色が36ということです。このことを使えば、例えばね、この E っていう部分、これって面積の比がいくつかというのは出せそうじゃない？ちょっと考えてみてね。どの形とどの形を比べたら、この E の部分が出せるかな？そう、これって一番大きい三角形、この青色と、この中くらいの三角形、緑色、この青と、緑色を比べたら、この E の部分の面積が出せるよね。そう。青色って36。緑色って16だから。この36、青色から、緑色、16を引いてあげたらいいよね。36から16を引くと、そう。これってもちろん、はい、E の部分は、じゃあ先生赤で書いておくね。E の部分は20と、はい、わかるはずです。いいかな？この20って、青色の36から緑色の16を引いてね、出した面積になります。そしたら次、あの部分も同じように出せそうじゃない？そう、あの部分って何から何を引けばいいかなって言ったら、今度は緑色の形からオレンジ色の形を引いてあげたらいいよね。つまり、16からオレンジ色の9を引いてください。引くと、これが7と面積の比が分かるはずです。いいでしょうか？そしたらね、もう図を見ると分かることがあるね。それは、三角の20という比が102平方センチメートルと分かったはずです。じゃあ、分かったことを書いてみよう。三角の20と、はい、いう面積が102平方センチメートルだよ。はい。なので。はい。じゃあ先生続けて書いていくね。三角の1は、はい。そうだね。もちろん、102平方センチメートルを20等分すればいいよね。102平方センチメートル。20等分してください。はい。これ計算するとね、5.1。平方センチメートルと分かるはずです。まずここまでみんなできたかな？はい。じゃあそしたらね、最後です。三角の1っていう比が 5.1 平方センチだから。
求めたいこのあの部分ってそう三角の7だったよね。ということで、あは、はい、何平方センチメートルかなって言ったら、三角の7だから、さっきの三角の位置、5.1 平方センチメートルを7倍すればいいんだね。はい、計算するとこれが 35.7 平方センチメートルと、はい、出すことができます。いいでしょうか？ということで、ね、答えは 35.7 平方センチメートルということです。はい、こんな風にね、相似比から面積比を出すことができるので、あとはね、複雑な問題になっても、その分かった面積比を丁寧に、この風に図の中に書き込んでいくってことね。これだけでね、絶対皆さん問題ね、相似比と面積比については解くことができますので、まだ慣れてなかった人はいつも通り、繰り返し繰り返し見てもらっていいからね、ぜひ繰り返し反復をして自分のものにしていきましょう。いいでしょうか？ということで、今回の授業はね、以上になります。今回はね、まあ、面積比、相似比と面積比についてやりましたが、次回の授業ではね、高さが等しい三角形同士の面積比についてやっていきます。これもね、もう中学入試の相似に次いで、もう本当によく出るね、面積についての問題だから、ぜひ次回の授業も楽しみにしておいてください。ということで、今回の授業もご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。ぜひ、次回の授業を見ていただけると嬉しいです。そして、今回の授業分かりやすかったという場合は、高評価ボタンや、チャンネル登録や、あとはコメントを動画の方にしていただけると、本当に毎日配信の励みになりますので、よろしくお願いいたします。あとですね、ぜひ、この、まあ、先生の授業がね、分かりやすいという場合は、お友達とかお知り合いの方に、ぜひ紹介して、いただけると、嬉しいです。もう、そういったことがですね、そういった声もいただいててですね、お友達にちょっと紹介して、おすすめしてますっていう、メッセージとかもいただいて、本当にうちも嬉しいです。ぜひ、よろしくお願いいたします。そして、最近ですね、インスタの方にも、分からない問題、送ってくださる方多くて、本当に嬉しい限りです。で、個別に質問対応してるんですが、ぜひですね、分からなかった問題、それが解決した場合は、ノートとかに書き留めておいて、時間が経ってね、また繰り返し、もう一回復習できるように、ノートにまとめるっていうことをしておくと、これ、算数の成績アップの秘訣です。ぜひですね、何か自分で名前をね、つけてね、覚えるノートとかね、ある、動画を見てくれてる子はね、脳みそノートっていうね、ノートの名前つけてね、それに分からなかった問題書き留めてね、で、それで時間が経ってからもう一度復習できるようにしてるっていうことです。もう本当に素晴らしい取り組みだとそれ思います。ぜひやってなかった人はね、そういう風な勉強、実は成績いい子ってみんなそういうことしてるんですよ。算数で悩んでる方はね、ぜひそれを取り入れてみてください。ということで、次回の授業でまたお会いしましょう。さよなら。